皆さんこんにちは2023年週一完成合格フルコースの全貌というタイトルでまあ15分ほどお話をさせていただきたいと思います担当はレックセンリーコースの友嗣ですどうぞよろしくお願いしますさてそれではですね今回は 1> 週1完成合格フルコースというコースのご紹介をさせていただきたいと思います。でですねまず、はいえー、こちらのところにですね はい、えー、マレレッックのパンフレットですね、まあ、あのお手元にあるという方はですね、まあ、ぜひご覧になりながら、まあ、ないという方はですね画面の方に映し出しますので、えー、画面見ながら聞いていただければという,ふうに思います。えー、でですねこの週1完成合格フルコースというものなんですけれどもこれの紹介がですね,、はいえーこ,のねえー、このパンフレットによりますと18ページのところに載っておりますと。はい さあ、この週1完成合格フルコース、今回は、えー、こちらのね、コースのご紹介ということになるんですけども、まあ結構レックね、えー、いろんなコースがありますと、えー、ね、まあこれページめくってみると本当にいろんなコースがあって、ね、えー、じゃあまあいろんなコースがあるんですけど、結局何が違うのかっていうところがやっぱり一番気になってくるところだと思うんでね、えー、そこのところをお話しさせていただきたいと思います。さあ、この週1完成合格フルコースなんですけれども、 まずどういう方が対象なのかというふうに言いますと、まあ、これから宅研試験の勉強をしようとする方、まあ、もしくは、まあ、昨年ね、えー、勉強していたんだけども、まあ、ちょっと残念な結果になって、まあ、今年ここそは絶対にに合格しようううととという方とい方なります、まあ、つまり宅研試験を実験しようという方は、まあ、皆様が対象ということになります。 はいさあ、えー、それではですねこの講座何が違うのかということなんですけどもまず違いの一つ目ですはいまあ,あの一番最初にですねまあこう卓球の勉強しようと思ったらじゃあどういう内容をねこれから勉強していくのかっていうその内容のねまあいわゆるインプット講義というものですそれが始まっていきますまあこれはあのどのコースでもだいたい一緒です最初にインプットの講義をしていきますということになりますけれどもこのインプットの講義も 他の講座と大きな違いがあります。それは何かと言いますとですね。回数です。はい、こちら見てください。そう、基礎力養成コンプリート合格講座という。まあインプットの講座なんですけども、全部で17回という風うになります。そう、回数17回なんですねで。 普通ですねレックのまあ基本的なあ、ねえー、講座としてよくまあプレミアム合格フルコースっていうのがあるんですけれどもこのプレミアム合格フルコース、まあ、一番、えーねまあ、スタンダードな講座というふうに言われてますけれどもこちらが、はい、インプットの講座がそうです34回さあ考えてみてくださいそうプレミアム合格フルコースであれば34回かけてインプットをするものをはいなんとこの週1完成合格フルコースは17回そう ちょうど半分の時間でやっていこうというのがまず一つ目の特徴というふうになります。はい、半分の時間です。さあ、これ、えー、どうして半分の時間でできるんですかって話になりますよね。はい、半分の時間でできる理由です。まず一つ目、はい、まず一つ目としてはですね、本当に必要最小限のものに。 とと圧縮していいるからというところがありますそうあのー、基本的なところをですねやっぱりちゃんと押さえていくっていうところを中心にしたいのでそうあのー、もうここをしっかりとやってくださいってところをもう本当に絞り込んで絞り込んで絞り込んで、えーね、これを説明していくという形になりますのでそう本当に必要最小限の内容をここで一気にやってしまおうということになるわけですね。 で、えー、それだけでね半分の時間まで減らせるんですかって思いますよねそう実はそれだけではないんですはいこのね半分の時間で終わらせるためのもう一つの工夫がですね使用するテキストなんですはいこの使用するテキストがですねこちらまあ2023年1から水つく卓研士合格の取説基本テキストというですねまあこういうテキストを使って でえー、やっていきますでこのテキストなんですけれども、まあ、どういう違いがあるのかといいますとまず、まあ、これ、えー、ね。 実際のこのテキストの中身なんですけどもご覧くださいまあフルカラーで結構見やすいですよねですので、えーまあ、まずあの見やすいというところがまず一つ目ありますなのでまあここをね、えー、こういうところをちょっと読んどいてくださいねって言っても、まあ、あまり工夫ね普通じゃない感じで読めるっていうところがありますで本当にこのテキスト自体が必要最小限で分かりやすく書いているので講義はそうこれのまあなんていうんですかね、えー、もうちょっと噛み砕いた説明 そして、ね、これの、まあ、補足説明そういったものに集中することができるということなんですつまりもうこのテキスト自体で、えー、結構もう、ね、工夫が凝らされているのでそのテキストを使っての講座というところで、まあ、効率よく学習ができるというところがまず1つ目の特徴にやっぱりなっていきます。で、はい、ですので この基礎力養成コンプリート合格講座これ半分になっているっていうのはですねそういうことによって、えー、できるということなんですねだからあのただ単にあの2倍で急いであこれもこれもこれもちょっとあの時間がないからちょっとこれ急いでねみたいな感じのことではないということなんですだから結構ねあの時間が少ないっていうふうになってくるとなんかいやそれあのね初心者なんですけれどもなんか、えー、もうなんかバババババ,バってやられるとちょっと辛いんですよねみたいな感じで思うかもしれないんですけどもそこは心配がいらないと。 いうことにななってくるわけなんですねでしかもですねこれ17回だっていうことでかなりりメリットがありますまず1つ目このメリットはですねそうまあこれ通学とウェブとあるんですけど特に WebDVD でこれご覧になる方、はい、特にね DVD とかで見る方はですねこれのありがたみはすごく多分ね実感していただけると思うんですけどもそう分かりますこ申し込みをするじゃないですかでそうすると DVD だと DVD がこう郵送されて届くわけですよねそうバーンと34枚バーンと置かれるわけですよね一1回2時間半の DVD34 枚がバーンと一気に送られてきてこれを全部見ましょうっていうふうになってくると辛いって思うんですよねちょっと辛いなって思っちゃうんですよねはいそれがやっぱり半分になるっていうことでそうあのなんて言うんですかね、うん、まあ精神的に楽ですよねそういう意味でですので、ね、まあなんて言うんですかねあの 負担がそういう意味で軽くなるっていうのがやっぱあるわけですよですのでそこはやっぱりメリットとしてはあるわけですねであとはですねあのこれそう必要なものなだ,だけをですねぎゅっと凝縮してあるので意外とこれ 毎年毎年ねあの受講生の方おっしゃってくださるんですけども直前期にに役立つっっていいう,ふうにおっしゃる方多いですどういうことかっていうとまあ一回インプットの勉強をしていきますでその後ね、まね、あ、演習の講座とかがありますって言った時に、ね、ちょっと直前期とかになった時にあれここのインプットだけもう一回見たいんだよなみたいな感じのところっての、ね、はやっぱり出てくるみたいなんですねここのところ本当に苦手だったんだもうな演習してて気付いたやっぱりここはちょっともう一回、ね、解説のところを見たいっていうふうに思った時にと はいもともと半分の時間なのでそう直前期に短い時間で確認できるっていうのはこれはでかいっていうふうにまあやっぱり直前期ね,ねもう一回インプットに戻ろうって言ってもやっぱりまあ時間のロスが多くなってしまうんですよねそうすると。えー、ままああそれをやっぱりね、えーまあ 半分の時間でやってるで1回聞いたもんだからまあちょっと倍速とかにしてもまあいけるっていう風になってくると結構短時間でもう一回「あ,あそういうことだったのね」って確認ができるので本当にあのこれ枚数が少なかった回数が少なかったっていうのが本当に助かりましたっていう風にあに直前期におっしゃってくださる方も結構多いです。はい、ですので、まあ、これ回数が少ないっていうのはもう本当にメリットということになりますね。まあ、あの通学の方は これ、ねえー、17回になってるメリットっていうのは例えばあの通常のね、えー、とこちらのスーパー合格講座って、まあ、大体あの、えー、と夜間だと例えば平日の夜だと、えー、例えば、ね、月曜日と木曜日とか火曜日と金曜日みたいな週に2回来てくださいねっていう形になるんですけどもそれが半分になってるのでそう、まあ、タイトルにもありますけどもそう。あの 校舎に来る回数が半分で済むっていうところもやっぱりででかいですよね、まあ、やっぱりなかなか時間が取れないっていうのがあるわけじゃないですかでその時にやっぱり週に2回、えー、ね取る時間を取るっていうのはなかなか大変っていった時にああそれは半分でいけるよねっていうのは結構やっぱり通学でもこう,いうところはメリットになりますやっぱりなんていうんですかねお仕事も忙しい、ねえー、やらなければいけないこともたくさんあるその中でちょっと週に2回の通学はちょっと負担なんですよね。ででもやっぱり家で えー、DVD でウェブでっていうふうになってくるとついついサボってしまいそうだからやっぱりちゃんとね校舎に通う習慣はつけたいんだけどいやでもちょっと週に2回はっていう、ね、方がこの週1完成フルコース意外とですね、えー、やっぱりニーズあったりするんですよね、えー、ですのでまあやっぱりあの通学コースを選んでくださる方でなんでこの週1にしたんですかっていう形で伺ってみるとやっぱりいやちょっとやっぱ週に2回は負担が大きすぎてきつかったんですよねって方結構多いです。 はい、なのでこれ週一完成合格フルコースね、えー、通学で考えたとしてもウェブ DVD で考えたとしてもうメリットたっぷりということになるわけです、はいまあ、やっぱりあの時間がこうギュッと凝縮されているっていうのはそういうメリットがありますんでね。 実はこの週一完成合格フルコースあの、ね、通学は、えー、とこちらにあります通り新宿エルタワー本校だけです、えー、新宿エルタワー本校のみの、えー、開校になります、えー、担当私が担当させていただきますけれども木曜日の夜間ですね、えー、19時15分から21時45分木曜の夜ということになります。 ウェブ DVD もあの私が担当しております DVD、はいえー、の方も、えーね、私が担当しておりますのであのこれ通学でそういう意味でもメリットなのは何かって言ったらばやっぱり、まあ、週1回でいいって言ってもですよ言ってもやっぱりいや今週はちょっと都合悪いんだよねみたいな感じで、まあ、休まなければいけない状況ってのもやっぱり出てきちゃうわけじゃないですか。でそうした時にやっぱり、まあ、生講義とウェブ DVD であの同じ講師がやっているっていうふうになってくるとやっぱり、まあ、そこら辺はねあの 勉強ももうスムーズにこう行けると思うので、まあそういうところもメリットの一つとしてはありますという感じです。ですので、まあこれあの周知完成合格フルコース、えー、ねウェブ DVD と通学と両方ありますけれども、まあどちらもメリットがあるよと。であの通学を選んでいただきますと、あの通学にあのね全部ウェブ DVD もついてきますので、えー、ですのでまあ休んだ時にはそこで補える。で補う時に同じ講師で補えるというところはやっぱりでかいというふうに思います。 そしてですね、この週1完成合格フルコースもう一つの特徴はですね、はい、実はこれ、えーね、通学はこれを,をね、えー、やってるんですけども実はこれと同時並行で WebDVD 通信のみの講座が同時に走りますで通常ですねあのやっぱりインプットの講座が終わってそれからアウトプットっていうこの順番になるんですけれどもまあもちろんねあの、 この週一完成合格ウルコースの通学のところも、まあ、こっちがインプットで、えー、こっちがアウトプットって形でアウトプットの講座もちゃんとあります、えー、実践力要請パワーン集講座ってあるんですけどもこのインプットとアウトプットの通学の他にこの過去問セレクト300攻略講座というものが同時で、えー、こっちは通信のみですけれども通信のみですけれども、はいえー、過去問セレクト300講座が同時に並行しますつまりインプットとアウトプット同時並行型になります そう、これですねなかなかこれも効率いいんですよ何かと言いますとそう、えー、やっぱりね、えー、この内容を覚えましょうって言った時にねテキストじーっと読んでてもなかなか入らないんですよ問題を解くことによって定着していくんですね、えー、問題を解くことによって定着していくんですけどもまあだいたいそのインプットの後でアウトプットっていう風になってくるとまあ、とりあえずインプットだけをっていう風になってくるとまあ、定着するのがねちょっと後々になっちゃうそれを 補ってるんですね。はい、えー。ですので、インプットだったらすぐにアウトプットができる。でそうするとね、えー、これ同時並行でいきますので、ちゃんとね、えー、知識を積み上げていけるっていうそういうメリットがあります。これは本当に同時並行のメリットです。ただあのこれだからあの 通信ののみなので通学クラスを選んだとしてもこれは通信のみになりますからなのであの結構通学クラスだとじゃあコンプリート合格講座を1回終わったんでじゃあ、えー、来週までに過去問セレクト300攻略,、えー、攻略講座のここを見ておいてくださいねみたいな感じで、まあ、よく言ったりはするわけですよ。はいで、まあ、あの通信の方はまあどちらも通信なので通信の方は結構ねこれ権利関係7回のインプット全部バーッと見てから権利関係のこの6回をっていう人もいれば、まあ、あの通学と同じようにこっち 見見てててててこここっっっっっっっちちちややいいいう方もいらっしゃいますね、まあ、それはあの、まあ、通信ですので、まあ、ご自身のペースで、えー、皆さんが都合のいい方でっていう形になりますけれども、まあ、そんな感じでね、えー、同時並行でいくでそしてその後、まあ、あの通学は通学で別のちゃんと演習講座もありますということですねはいそしてですねこの週1完成合格フルコースの最大の特徴でですす最大の特徴がですね直前期です。 はい、ご覧くださいい直前期はですすねこういう講座があります究極のポイント300攻略講座試験に出るとこ大予想会とにかく6点アップ直前駆け込み講座というこの直前講座があるんですけどもえそれの何が、えーね、特徴なんですかって言いますと、はい、実はですねこの3つ、はいえー、レックの期間講座でありますプレミアム合格フルコースの直前講座と同じなんです。 最終的にこの週1完成コースは実はそうプレミアム合格フルコースの直前と同じことになるんですね同じ講座がねえー、カリキュラムに載ってます、はい、だから何なんですかって思うかもしれませんが同じ講座ってことはそうプレミアム合格フルコースの人たちと同じ講座を受けるってことは同じ学力になってないと同じ講座では無理ですよねそう とということなんですつまりプレミアム合格フルコースとかの,の他のコースで勉強してきた人たちとねえ同じところにまでガッと一気に引き上げていくっていうですねそういうことなんです。直前期が同じ講座ってことはそ,うそこで同じぐらいの実力を,をねつけておかないと同じ講座には入れませんからねはいそういうところで最終的にガッとこうですね、えー 他のクラスの人たちと同じところまで行くぞっていうですねもうそういう講座になっておりますですのでこの週1完成合格フルコース本当にもう一言で言うとここです効率的にこれがすべてですはい。 効率的にというのが全てでございますので、ぜひね、えー、この週1完成合格フルコース、はいまあえー、開講がですね、こちら、えー、3月の30日です。はいえーね、あの通学クラスですと。まあ、その1週間前にですね開校前特別講座という形でありますので、まあ、あのお時間余裕がありましたら、ぜひここから参加していただきたい。ね、本講義はここからになります。WebDVD であれば、まああのね、別にこの後で申し込んでも全然問題ありませんので、まああの 追いつくっていうところになりますんでね。 はいまあ、その代わりちょっとねあのまあなんていうんですか週1完成合格フルコースとは言っても、えー、まあなんていうんですかこれも,もし5月とかに始めるっていうんだったらまあちょっと週1ってわけにはいかないと思いますけどね、えー、ご自身で WebDVD を見ながら、えー、ちょっと週2ぐらい使っていただいて「えーね、卓研の勉強の日」みたいな感じでね DVD を見るのを週2回みたいな感じでやらざるを得ないので、はいまあえー、この週1完成合格フルコースというこのタイトルは「まあえー、通学でやるのであれば、えーね、通学は週1回です」って とことになりますので、まあ全部ウェブ DVD でね、まあ例えば新宿エルタワー本校がね、えー、まあ遠いとかね、えー、あのー。 あまあ、いや別に新宿はそんなに遠くはないんだけど、ね、木曜日の夜は都合が悪いんだよねってなってくると、まあ、WebDVD を選択ってことになると思いますけども、まあ、そうすると、まあ,あまりあの週一っていう言葉の意味は薄れますけれども、まあえー、このコース WebDVD でも、えーね、十分に、ね、同じ、えーね、成果を得られますのでぜひね、えー、生講義 WebDVD どちらもご検討いただければというふうに思います。 はいそれではですね、えー、短い時間ではございましたけれども、えー、週一完成合格フルコースの全貌というタイトルでお話をさせていただきました最後までご視聴いただきましてありがとうございますできればね本講義の方で皆さんとお会いできることを楽しみにしておりますそれではどうもありがとうございました